週刊誌にこんなニュースが載るなんて、これまでのキャリア、すべて水の泡だ。ごめん、猿之助。きっと私の育て方が悪かったんだわ。こんな息子に産んでしまって、ごめんなさい。そんなこと言うな。責任があるなら俺だって。本当にごめんな、父さん、母さん。今回のことは、家族全員に責任があるわ。みんなでこの世を去って生まれ変わりましょう。シマユーのアトリエ。お前一人の処分で償いきれるもんじゃない。自分がどんなにバカなことをしでかしたのか、その身をもって思い知るがいい。黙ってないで頭の一つも下げたらどうなんだ。聞いてんのか。わびろ、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 半沢。歌舞伎役者、俳優として活躍する四代目市川猿之助。1975年に歌舞伎役者四代目市川段四郎の長男として誕生。1980年7月に歌舞伎座義経千本桜の安徳亭で初お目見えを果たし、2012年には叔父の名跡を継いで四代目市川猿之助を襲名。高い演技力に裏打ちされた歌舞伎界屈指の実力派だ。市川猿翁が確立したスーパー歌舞伎を受け継ぎ、大人気アニメワンピースを舞台化するなど、歌舞伎界に新たな層を獲得してきた人物でもある。さらに活躍は歌舞伎界を超え、2020年にはドラマ半沢直樹で伊佐山泰治役を務め、わびろと8連発するシーンなどが話題となり、お茶の間の人気を集めていた。歌舞伎役者と俳優の二足のわらじで多岐に活躍する猿之助だが、2023年5月18日、驚きのニュースが飛び込んできた。本日午前、歌舞伎俳優市川猿之助さんの自宅で、マネージャーから本人と両親の意識が朦朧としていると119番通報がありました。その後、ご両親は亡くなったことが確認されています。市川猿之助さんは命に別状なしということです。2023年5月18日午前10時18分、東京都目黒区にある猿之助の自宅で本人と両親2人が倒れているのを猿之助の男性マネージャーが発見し、119番通報した。救急隊が駆けつけたところ、猿之助は自宅の半地下で意識が朦朧とした状態であり、搬送時は意識があったという。一方で、猿之助の父親である段四郎と母親については、亡くなっていることが確認された。人気歌舞伎役者猿之助の身に、突然何が起こったのだろうか。ここでご両親が発見されたんですね。ああ。そして本人は、一人地下の部屋か。高齢のご両親と一人息子、やはり心中ですかね。そうだな。その可能性が高そうだ。猿之助と両親が発見された当時の状況はこうだ。猿之助は半地下の部屋で意識が朦朧とした状態で発見され、自ら命を絶ったことが判明した。2階のリビングでは父親の段四郎が仰向けで倒れており、病院に搬送されたが亡くなってしまう。母親も同じく2階のリビングで倒れており、その場で亡くなったことが確認されている。2人は首から下に布団をかけ、仰向けに並んで寝ているような状態だったそうだ。そして家の中を物色された形跡はなかったが、鍵は開いていたようである。自宅からは高彦と猿之助の本名名義で書かれた知人に宛てたとみられる遺書が見つかった。3人とも目立った外傷はなかったことなどから、警視庁は猿之助が心中を図った可能性もあるとみて捜査を進めている。一体なぜこのような騒動が起きてしまったのだろうか。よし、次のニュースはこれだな。市川猿之助が共演者やスタッフに過剰なスキンシップ。これはビッグニュースになるぞ。これは数字が見込めますね。だろ、これでうちの雑誌も注目間違いなしだな。でもそんなことするとは思えないんですけど、本当なんですか。劇場関係者から聞いた噂だからな、間違いないだろ。歌舞伎役者として輝かしいキャリアを重ねる猿之助。しかしその一方で、2023年5月18日に女性セブンでは、共演者への過度なスキンシップなどのハラスメント行為や、コロナ禍でのパーティー開催などスキャンダルが4ページにもわたり報じられたばかりだった。記事では弟子や劇場スタッフ、歌舞伎役者に対してハラスメントを行ったと報じられており、中にはマイノリティに関する記述もある。そして
このスキャンダルが世に出回ると同時に事件は起こってしまう。悪いが、今日は体調不良だから休園することにした。え、大丈夫ですか？ああ、すまないが、みんなにも伝えておいてくれ。わかりました。お大事になさってください。猿之助さんが体調不良で休園なんて珍しいですね。そうなんだよな。心配だから後で様子を見に行こうかな。猿之助は2023年5月3日にスタートした市川猿之助奮闘歌舞伎公演に出演中で、28日まで公演される予定となっていたが、事件を受け18日の昼公演は中止が決定した。本来公演は18日も開催される予定だったが、当日の朝体調不良で休演すると本人から連絡があったそうだ。今後の公演についても開催は未定だという。猿之助は一命を取り留めたようで、体調回復を待った後、警視庁は詳しく事情を聞く方針だそうだ。そしてスキャンダルとなった演劇関係者からの実際の証言というのが、猿之助さんの舞台に立った経験を持つある役者は猿之助さんとの関係性にかなり苦悩していました。具体的にはどのようなことですか？例えば地方興行などの際、頻繁に猿之助さんのホテルの部屋に誘われ、お先に付き合わされていたそうです。なるほど、それはパワハラとも言えますね。そればかりか、隣に寝なさいと指示され、横になると布団の中に潜り込んできてキスをされたり、体をもてあそばれたりと過剰なスキンシップをされるらしいです。同じ舞台に立つ役者に過剰なスキンシップをしていたという猿之助、拒絶という手段に訴えられないのは、一門で絶対的な力を持つリーダーの猿之助と一門の弟子筋や俳優スタッフの力関係に理由があるそうだ。師匠と弟子、座長と役者、裏方の関係は絶対で、無言の圧力の中で間違っても口答えしたりすることはできない。性被害に悩んだ役者も我慢して無言で耐えていたという。厳然たる上下関係に泣き寝入りするしかないのだそうだ。さらにはこんな証言もあり、実は僕、猿之助さんからキスを求められたことがあったんです。え、スタッフにもですか？はい、僕は猿之助さんの公演に多く携わってきていましたが、キスを拒否した途端、次の公演から担当を外されてしまいました。猿之助の周囲ではこうした証言が後を絶たない。拒否をすれば舞台で役を与えられなかったり無視されたり、スタッフであれば仕事を取り上げられたりすることもあるそうだ。ハラスメント行為は歌舞伎界という特殊な世界で興行にまつわって起きていた。歌舞伎という狭い世界のため、断るのは本当に勇気がいることなのだという。そしてこのスキャンダルの後に市川家ではあることが行われていたそうだ。今回の事件について知っていることを教えていただけますか？家族会議をしたんです。家族会議ですか？どんなことを話したんですか？命を絶って生まれ変わろうと家族で話し合い、両親が睡眠薬を飲みました。2023年5月19日午前8時半からは両親の司法解剖が行われ、警視庁は両親がこの世を去った原因について向精神薬中毒とみられると発表した。両親は17日から18日頃に亡くなったとみられている。そして猿之助は19日中に搬送先の病院を退院し、警察の聴取を受けていた。警視庁によると、発見当時両親の周りには吐砂物があり、口の中の状況から薬を服用したとみられるという。猿之助も×××を口にした痕跡があった。複数台のスマホが押収されたが、服用した薬の種類が分かるようなものは見つからなかったそうだ。二人はどのような経緯で薬を飲むことになったのだろうか？今回の事件ですが、無理心中ではないかと言われていますよね。そうですね、家に荒らされた形跡もないので間違いないですね。問題は誰が薬を用意して飲んだのか、もしくは飲ませたのかということだと思いますが、いかがでしょうか？薬を服用して命を絶つ場合、吐き出す可能性もあるため、それだけ覚悟しなければ飲めません。ですので猿之助さんのご両親が自ら飲んだ可能性が高いと思いますね。警察の調査によると、家に荒らされた形跡はなく、第三者の関与はなしと断定されている。さらに両親には外傷もないことから、自ら薬を飲んだのではないだろうか。しかしながら、誰が薬を用意したのか等はまだ明かされていない。この報道を受けて世間の反応はというと、原因となったのが自分のスキャンダルなら、これから生きていくのはなくなるより辛いかもしれないな。
本来なら息子を叱り被害者に謝罪をさせるのが筋だけど、親御さんも高齢なので気が弱まるとかがあったのかも。親御さんの気持ちを考えると胸が痛い。誰が言い始めたのかわからないけど、あまりに真面目な性格だったんでしょう。なんだか悲しいニュースですね。2023年5月18日、猿之助が出演中の明治座では、昼の部は公演中止、夜の部は配役を変えて公演を行うことになった。当初は開演できるか危ぶむ声もあったようだが、チケットを購入した人の中には、開演の2時間以上前から明治座の前で待機している人もいたそうだ。実施するというのが伝えられたのは、開演時間の10分ほど前。それだけ直前までバタバタしていたことがわかるだろう。今後の公演については現在未定で、ホームページなどで詳細を発表していくということだ。明治座前では猿之助の名前が書かれた上り旗を写真に収める多くの人がいた。突如起こった白昼の惨事、状況から察するに女性誌報道を受けて家族会議が行われたであろうと推察できる。今後は家族会議で誰がこの世を去るかについて切り出したのか、手段として使用された薬を誰が入手して誰が飲ませたのか、それとも3人が自発的に飲んだのかが鍵を握る。猿之助が薬を用意して両親に飲ませたのならば、同意殺人罪に該当する可能性が高い。両親が自発的に薬を飲んだ場合は重い刑罰などに当たるかもしれないとのことだ。歌舞伎界の歴史に残る大事件の真相解明が待たれる。